ごめんお待たせしちゃって。今日も一日どうぞよろしくね。東京ディバンカー続きやっていきましょう。一応一人でレベル上げとかね、もう見てここの総攻撃力というか、なんかねキャラクター育成をめちゃくちゃにしてきたんですよ。まあ、だいぶ頑張ってきて、もうロミオさんに関してはもう 4.9 万という結構いかつい数字になってきたのでね、まあ、おいおいまたキャラクターもねガチャ引いて増やしていきたいなと思います。で、今日がちょっとまあストーリー続き読みながらね、願いを叶える男、いいねバトと伝承猫の使い。いいねバト、そうよ、なんか言ってたな、いいねバト。よく分かってないんだけど。次の授業まで少し時間があるからと、カイト君が2階のテラスを案内してくれることになった。日当たりのいいウッドデッキは、学園の敷地や広大な樹林を見渡すことができ、生徒たちの憩いの場となっているようだ。ほんと広いよな、この場。カイト、あれはなんだ？いいねバトだ。ルカ君が指さす方を見やると淡いピンクの鳥のようなものがこちらに向かって飛んでくるのがわかる。おお、めっちゃハートついてん。え、嘘、あれいいねバトじゃん。なに、あれあれもカイン、こっち来るよね、俺だよねどうよっしゃー、チャンス来たー。なんかカイとかテンション上がってるってことは多分その女の子関連。いいねバト、初めて聞く名前だな。何、いいねされる。マジ、イギリス校じゃいねえんだテンションめっちゃ上がってる。さ、誰かに、うん、あの人いいなとか思われてる時、あいつがそばに寄ってくるのよ。え、それって勝手に寄ってくんの？例えばさ、誰かがいいなと思ってることによってめっちゃ飛んでくる可能性もあんの？え、それやだな、自分の意思じゃない。いわば生きたマッチングアプリ。あ、マジ生きたマッチングアプリ。マッチングアプリ迷惑たださ、色はともかくサイズ感とか普通のハトと変わんねえじゃん、うん、俺いつも見逃すんだよな。いや、見逃してほしいよな。多分だけど今ハクさんのとこめっちゃいいねバト言ってると思うよ。なるほど大量のいいねバト言っちゃってるんだろうな。目の前に飛んできたイーネバトは喉を鳴らしながら地面をついばめ始めた。よく見るとくちばしが赤いハート型だ。ほんとだ、かわいい。はっ、あの子たちじゃね。カイト君はこちらを見ながらひそひそと話をしている女子生徒たちを指さすと、すぐさまペコリと会釈で返された。ペコリないと。やっぱりそうだ、男カイト、レディをないがしろにはできねえ。でもどうなんだろう、カイトなのかな、ルカっていう可能性も全然あるよ。俺ちょっと行ってくるわ。多分ルカじゃないかな、この感じ。カイト君がそう言うと女子生徒のたちの元に走っていった。次の授業まであと10分だ。いや、多分お前に来たっていいね。時間がないから俺は先に教室へ向かうよ。あ、マジで行った方がいいんじゃない。あ、それじゃあ私も。歩き出すルカ君をおっとしたその時、あっ、ん、す、あ、猫だ。猫、いつの間に。猫は私の足に足、体をこすりつけると何かを加えながらこちらを見上げている。なんだ、伝書猫か。ほう、昨日俺のところにも来たよ。あ、なるほど、なんかその袋帯みたいな感じかな。手紙、なんだろう、私宛てかな。うわ、あ、何これ、でも猫マーク入ってるっつうことはと思うんだけど。正直あまりいい予感がしないものの、仕方なく伝書猫から封筒を受け取ると、少し緊張しながら中の手紙を取り出す。特待生さんへ、ほら、話があります。理事長だ、授業は抜けていいので至急理事長室に来てください。授業抜けていいの？クリッチ狙われたんじゃん私。あなたのコーネリアスより。私のコーネリアス。理事長室に来るようにって急ぎみたいなので今から行ってきます。そうか、わかった。それなら俺は授業に。いや、ルカは多分いいねバトくれたとこ行った方がいいんじゃない。多分お前だし。俺を置いてく気なの？ほら戻ってきてんやんほら戻ってきてんやん。カイトじゃなかったんだって絶対に。いつの間にか戻っていたらしいカイトが少し不機嫌そうに言い放った。これを置いてく気なのってお前が勝手に来たんだろ。もういいのか。もういいのか身の程をわきまえろってんだよな俺ってバカだし年中花粉症だし。花粉症関係ないし。花粉症は鍛えればきっと治る俺もあらゆる体勢をつけるために。花粉症って治るかな。そういう問題じゃねえよ。焼かなきゃいけないんじゃない。なんでバカの方は否定しないんだよバカだから。だいたいな、お前みたいに見た目だけで女が寄ってくるようないじもうの野郎に助言されても参考になんでだよ早かったな言い方が。
セリフが早かったのは、まあ、多分ルカに来てたんだろう。なるほど、確かにカイトの言う通りだ。カイトの言う通り。気分を害してしまってすまない。イージーモードですまない。特待生ちゃんだってどうせ俺よりルカの方がいいんでしょ。いやもう、え、なんだ、うん、ハクさんの方がいいかなって思ってる。全然連絡先教えてくれないし、さすがの俺でも心が折れちゃうよ。あ、連絡先ね、別に教えて、ね、やめないわけじゃないんだけど、そういうわけでは。今後の学園生活と任務を円滑に営むためにも、うん、クールたちとの連絡先交換は積極的に。連絡先交換しろって言ってたね。昨日の入学式で理事長にアドバイスされたんだった。連絡先交換しましょうか。うん、なんか前向きにやってけって言ってたよ。分かってます、分かってます。所詮俺なんか、まあ、いいねば飛ばしてやるから。いいの？嘘嘘。いや、カイトマジで可愛いよな。もちろん喜んで、落ち着いてください。仕事のようなものなのでこれ悲しむって、カイト泣くって。喜んで落ち着いてください。まあ喜んだよね、カイト交換したかったもんね。もちろん喜んで。また大粒の涙、ありがとう。鼻水も出てる。やっぱり俺には特待生ちゃんしか。いや、いいねまた絶対飛んでくるって、カイトのとこにも。急がないと授業に遅刻してしまうよ。待ってるよ、今度こそ邪魔させねえ。特待生ちゃん、早く早く。でもこれでカイト君と交換したってことだもんね。こうやって初めての連絡先交換を済ませ、教室に戻っていく2人を見送った後、私は足早に理事長室へと向かった。よかったね、カイト、やっと連絡先交換できたじゃん。次が特待生の仕事、解除のための第一歩。本当に第一歩踏み出してる。モクソン、ちょっと今にもなんか泣きそうなんですけど。特待生の仕事でも、なんか仕事ってことはなんかについてくって感じなのかな。失礼します。あ、特待生さん、すぐに来てくれて助かりました。ごめんなさいね、突然呼び出してしまって。いえいえ、全然大丈夫です。にゃーにゃー、 にゃー。理事長室に入ってまず驚いたのは、床、机、そして棚の上からも聞こえてくる猫たちの大合唱だった。いっぱいいるんだ。今日は一段と猫の数が、みんなで学園で飼ってる子なんですか。はい、というより共同生活って言った方が正解かも。あ、まあ理事長も猫みたいなもんですもんね。この子たちちゃんと自立してるので。なるほどなるほど。これまで何度か見かけた働く猫の姿を思い出し、そんなりと納得してしまう。まあそうだよね、ドライバー持ってた猫もいたしな。この学園の猫たちは随分と器用だ。それはそうと、うん、今日来てもらったのは、あ、なんか言ってましたね。特待生さんにグールたちの任務への同行をお願いするって話、覚えてますか。あ、なんか、うん、うっすらと覚えてます。はい、監査役として報告書を作るお手伝いをするんですよね。大正解、パチパチパチ。あ、パチパチパチ。正式には調査報告書という機密文書で、学園にとってすっごく大事なものなんです。機密文書っていう言葉も怖いし、すっごく大事なものって言われるとね、ちょっと丁重っていうか、もうできれば関わりたくないなっていうか。僕たちの怪異研究において最も信頼できる資料の一つであり、はい、刻一刻と変化する怪異生態を把握する上で、はい、入学試験に引き続き理事長の話は長かった。嫌そうに言うな、お前の怪獣のためだから。要するに、グールたちの任務によって作成される調査報告書は学園や国際会議研究機関の重要な情報源らしい。なのにうちのグールたちってば、うん、反抗期の真っ只中と言いますか。そうですね、主に1年生。彼らから提出される調査報告書はいつも不当な点ばっかり。こっちの精査が間に合わないくらいで、まったく上はプンプンですよ。適当にやってるってことなのかな。なんか前も言ってたけど、授業中にできれば、まあ、生きて捉えるのが一番って言ってたじゃん。調査をしたいから、生態研究を。でも大体みんなぶっ倒してきちゃうって言ってたもんね。はあ、本来そういうことなんだろうな。調査報告書って任務に参加した全員が内容に不備がないか確認した後、はい、各自でサインをしてから学園に提出するって仕組みなんですけどね。はい、最近彼らが共通会議のマッチを悪用してることが分かったんです。なるほど。なんと任務に同行した監査役の記憶を消して調査結果をごまかしてたんですよ。あー、悪いやつですね。でもモクソン聞かないから適任だって言われてたもんね。
お前そうこいつこいつ今の見たな。こいつこいつできれば関わりたくないなと思ってるやつ。まあいいや、ここに捨てよう。あいつもいつか出てくるもんね。確かにグールの中には明らかに悪意を持った人がいる。もう悪意の塊だったしな、あいつ。もちろん全員がそういうわけじゃないと思うけど。しかしあなたは呪いの副作用でマッチを使っても記憶が消えない。そうですよね。しかもエイチの指輪に選ばれたグールの助力者でもあるのです。はい、すなわちあなた以上にグールの完成区に適した人材はいないということなのです。なるほど。はあ奥さん、そのはあっていうのやめな。昨日も説明されたけど、私が学園にとって都合がいい存在なのは本当みたいだ。まあ、都合がいい、まあ都合がいいよな。消されることはないし。でも、もう力技でモクスの口を塞ぐっていうこともできると思うんだけど、ね。まあ、使わずとも。なんて幸運な巡り合わせなんでしょう。きっと、あなたの呪いを解く方法もすぐに見つかることでしょうね。本当ですか？1年後に死ぬ呪いですか？ただ私にかかっているらしい呪いについてはわからないことが多すぎる。一体どこからどこまでが本当なのか。怪しいって顔してる。ひどい。思ってるよ。僕は心から特待生さんのことを救おうと奨学金まで用意したのに。でも奨学金ですもんね。いつか返すべきものですもんね、それ。すみません。クスン、でもね、あなたのためにもこれだけは忠告させてください。はい。怪異は原則捕獲することですよ。あ、ですよね。授業で習いましたよ。さっき授業でも繰り返し言われたな。この先生が言ってたよね。呪いを解く方法を見つけるためにもやっぱり捕獲が一番なんでしょうか。大正解。そういうことです。被験体がなきゃ研究できませんから。ああ、なるほどね。なのにクールたちと来たらすぐ皆殺しにするの本当やめてほしいんですよねうん、うん、でも多分致し方ない場合もあるっちゃあると思う。監査役からも注意してほしいんです、うん、そのためにはまず彼らと仲良くならないと。なるほど。そういえば連絡先は交換できました？さっきしました、カイトと。はい、さっきカイトくんと。わー、泣いて喜んでました。その様子ならいつ任務に同行しても大丈夫さ。はい、ついでにそっちも説明しちゃおうかな。お、説明長くなりますか。理事長に即されるまま私は学園から支給されたスマホを取り出す。任務中の主な交通手段は、はい、あなたが学園に来るときに乗ってきた銀河鉄道です。はい、他にも学園を出入りする方法はありますが、そっちは申請が必要なので割愛しますね。なるほど。それであなたのスマホにキャツモはちゃんとインストールされてます？キャツモなんかこういうのあるんだっけ。パスモだっけ、本当にあるのってわかんないんだけど。キャツモは、キャツモ学園が開発したニャンってやつでしょ。銀河鉄道用の IC カードアプリなんですけど。いや、 IC カード私いまいちわかんないの、使ったことないから。スマホの画面上に並んだアプリの中に確かにキャッツモというアイコンを発見し、私は小さく嘆いた。あるね、下の方にね、キャッツモ。アプリであるんだ。実際もアプリであるもんなの。あ、でもそうだよね、みんななんかスマホかざしたりして。それならよかった、はい、銀河鉄道はあなたの貴重な移動手段になります。はい、任務中は忘れずにそのスマホを持ち歩いてくださいね。わかりました。あの任務への同行って案内役のカイト君とってことでしょうか。ほぼ正解。まずはフロストハイムのクールたちに同行してもらう予定ですよ。フロストハイム、任務には行かないというカイト君の主張を思い返し、私は一抹の不安を覚えた。行かないとは言ってたけど行くんだろうな。というわけで早速ですけど、はい、今からフロストハイムの寮長に挨拶に行ってもらいます。善は急げです。フロストハイムの寮長ね。フロストハイムの寮長、でもまだ会ったことないな。どんな人なんだろう。すごく不安だ。前なんか偉そげな人は偉そげっていうかね、なんかいたよね、メガネの。あ、もし何か困りごとがあったら、はい、顧問のダンテ先生に相談してみてくださいね。はい、なるほどです。じゃあ領長に会いに行こう。氷の王室、怒れる王子。これあれじゃん、なんか最初の方キャラクター選ぶときにさ、お前はエルサかみたいなやついたよね。それじゃないの、氷の王室ってことは。うわ、もうエルサじゃん。ここがフロストハイム、すごく綺麗。ここがそのフロストハイムの寮なんだ。あ、氷漬けされてるな。氷漬けっていうよりかは、まあ、なんていうんだろう、まあ、
ん？クリスタル、綺麗なキラキラした感じ。オーロラに照らされた、淡い青色のエントランスにはまるで豪華な装飾品を磨くかのようにひんやりとした冷気が延々と吹き抜けてる。エルサが通った後ですよ。確か寮長の部屋は寮舎の一番奥にあるって言ってたっけ。あっちかな。氷の城のような寮内を進んでいくと、突き当たりにひときわ大きな扉に隔たれた寮長室を見つけることができた。これ寮長室？一人の生徒の部屋じゃないやろこんなもん。失礼します。返事がない。いないのかな。雪だるま作ろうって言ってみ。フロストハイムの領地は3年生だから普段ほとんど自習時間らしいけど、出歩かないんだ。理事長の話では彼の場合は自室で過ごすことが多いって聞いたのにな。もう一度ノックする。ドア開けてみる。いや、ノックして雪だるま作ろうだよ。失礼します。雪だるま作ろう。あ、開けちゃった。あれ、ドア開いてる。でも僕その開いてたとしてもあんま見ない方がいいんじゃない。開いてたとしても。先ほど D チャットでお送りした監視カメラの映像をご覧になりましたか。映っていたのは間違いなく本人、すなわちこの事件では寮長。聞いていらっしゃいますか。これ寮長。え、ちょっと待って、タバコダメなんじゃない。お前何歳だよ、言ってみろよ。この事件では死体が歩き回っているということで、まあまあいかついね、灰皿持ってこいつ。上級会員が関与している可能性は限りなく高いでしょう。タバコ気になっちゃうよ。本日の調査結果は以上です。あんなエルサやだ。またどこか具合が悪いのですか。肺がん。モルトクラン県に問診をお願いしましょうか。でもかっこいいなこの領地。お前殺さ、悪そう。あ、悪そうだ。あ、それいかつい灰皿。お父上に頭殴られる。エリスグリの研究者を。ああ、モラハラですね。物に当たりタイミングが悪すぎた。でな、モクス、バレる前に手直して、早くガチャって閉めな。モクス危ない。 おい、バレてんじゃねえか。バカモクス。モクスバカ。失礼しました、ちょっとご挨拶に伺っただけで。違うんですよね、ドア開いたのが悪いっていうかね。覗きとはいい趣味ですね。いや、覗きっていうよりかはね。そんなつもりじゃ。帰れって、もう言い訳いいから帰ろ。この女にマッチ使っとけ。あ、聞かないっすよ、マッチ。承知しました。あ、マッチ聞かないっす、私チートなので。あなた例の特待生じゃないですか。はい。おい、無駄口叩いてねえで早くしろ。寮長、残念ですがこの方にマッチは効きません。ここの寮さ、普段カイトとルカ知ってるからさ、温度差厳しいっていうか。カイから受けた呪いの影響とのことでしたよ。昨日の入学式で理事長から直々に説明がありました。それでも寮長みたいなことになってる。やばい、根性焼きされる。根性焼きは効くんじゃねえの。ちょっとされるんちゃう。わーい、これ、うわー。俺の部屋は会議で音を遮断してる。はい。仮にお前が泣き叫んでも誰も助けには来ねえぞ。これ根性焼きされるんじゃ。すみませんでした。二度ときません。分かったら二度とその面を見せるな。はい、分かりました。お前もだ。お前もだって。あ、ちょ、怖いんですけど。なんか普段なんかねえ、あの二人といるから、カイトとルカと、風邪ひいちゃうっていうか。意外な励まし、グールとの付き合い方、こんな励ましになってたまるか。マジでふざけんな。寮長室を追い出された私は、ロストハイムの顧問であるダンテ先生を訪ね、逃げ込むように職員室へとやってきた。あ、全部チクブルのかな、もうこんなことされたんですけど。ということで、寮長へのご挨拶を失敗してしまいました。うん。あいつらは、一筋縄ではいかない。いや、なんかもう二度と来んなって言われたので、もう二度と行かんとこって思ってます。いかに未熟で、物騒で、身勝手な連中か。今後も繰り返し思い知らされることだろう。あんま繰り返したくないっていうかね、一度で学びたいっていうか。午前中、カイト君やルカ君と楽しい時間を過ごしていた私はすっかり平和ボケしていたのかもしれない。そうだね。うん、それに関しては、うん、同意かな。平和ボケしていたかもしれないな。初対面であんなに拒絶されたら、ニームの同行なんて認められないよね。諦めよっかな。
もうその悲しい表情しとけ。しかしお前が抱える問題や人々を脅かす怪異事件を解決するためにはあいつらの力が必要なことも事実だ。あ、まあ、自分が可愛ければうまく立ち回ることだな。いや、まあモクスン世界一可愛いんですけど、いやちょっとうまく、でもモクスン怪我するっていうか、多分1回もう一度あの部屋に入ってしまうと腕に根性焼きが追加されるっていうか、あいつらが何に喜び何に怒るのか、はい、一人一人見極め利用してやればいい。何によるこれ、なんかカートンでも買っていけばいいんですか。利用ですか。そうしないと君呪いの解き方見つける前に死んじゃうかもよ。え、なんでそんなこと言うの。突然横から割り込んできたのはハイド先生だった。君あの引きこもり寮長くんに会えたんだ。すごいね。会えたっていうか、こいつが勝手に入ったんすよ部屋。僕なんてもう半年くらい会ってないかも。へえ。僕が顧問になったからには感化しない。前任の教師は一体何をしていたんだ。そうだね、なんか今年からダンテ先生が顧問になったって言ってたけど、前任の人ってあれなんですか。ダンテ先生はそう言って頭を抱えると、引き出しから一つの書類を取り出し私に差し出した。なんすか。石橋に頼まれていた追加の調査資料だ。石橋がさっきのこれをカムライか石橋に渡してくるように。メガネの人ね。でこのカムライさんがおそらくあのエルサだよね。カムライ石橋だったっけ。カムライジン、はい、フロストハイムの寮長のことね。まあ要するにエルサだよ。で石橋トーマっていう3年生の子が副寮長。一緒になかった。ほら片メガネの。そう、あの人かっこいいんだよな、めっちゃ。あ、確かに寮長の部屋にいました。なんか揉めてたみたいですけど。どうせくだらないことだ。とにかくどちらかに渡してくれれば問題ない。今日中に頼んだぞ。え、じゃあ石橋さんかな。今日中にですか。再びフロストハイムの絵の訪問を命じられ、胸のもやっとした気持ちが広がる。いや今すぐあの二人に会いたいんだけど、カイトとルカに。え、もう嫌なんだけど。諦めるな。え、な、急な安西先生すんや。もう顎ポヨポヨさしときますね、ダンデ先生。あ、私は一礼して職員室を後にした。諦めるな、モクスン。諦めたらそこで終了だぜ。ダンデちゃん、ツンデレー。ヒュー。うるさい。でもダンデ先生、なんかなんだかんだ優しそうだよね。上の空で廊下を歩いていると、突然ポケットのスマホが震え、私はハッと我に返った。スマホ。あ、カイトじゃん。ヤッホー。かわいい。今3ゲーム終わった。モクスンちゃんどこにいるの。何でも多分あれなの、特待生ちゃんだよね。どこにいるの。職員室内緒。うざうざ。内緒内緒です。あ、そっか、制作してごめん。違う、もうカイトごめん。嘘ねえ。めげてないな、カイト。もしよかったら今から一緒にランチしない。俺先行って学食行って席取っとくから。あ、わかりました、行きますよ。会いたいと思ってたしな。まだ昼休みらしい時間はある。このままいきなり再チャレンジするよりも、寮長たちがどんな人なのか海斗くんに聞いておいた方がうまくいくかも。でも学食ってどっちだっけ。エントランスに戻ればわかるかな。ごめん、ちょっと待って。あ、ハイド先生。早くから聞こえてきた声に振り返ると、ハイド先生がこちらに向かって手を振りながら走ってくるのが見える。ごめん、走れるんですね。一つ言い忘れてた、はい、君まだ身体検査終わってないでしょ。身体検査って何ですか。明日朝一でモルトクラン県の子たちが君の部屋へ訪問検診に行くはずだから。はい、お気抜きに悪いんだけど対応よろしくね。はい、わかりました。寝坊しないように気をつけます。モルトクラン県の人たちって生徒の健康管理までしてくれるんだ。あれでしょ、なんか裏でミュウツー育成してるやつでしょ。寮というよりまるで病院みたいだな。ついでにとハイド先生に詳しい道順を教わった私は、カイド君の待つ学食へと急いだ。ほう、でもよかったな。一回カイト挟みたいよね、やっぱり。寮長の過去、かつての面影。いや、もう
いろんな過去背負ってそうじゃん、この人、エルサ。天窓から日差しが降り注ぐカフェテリアがこの学食の学食、学園の学食と呼ばれる場所だった。猫めっちゃいる。府内なのに噴水まで、すごい豪華だ。それに人がいっぱい。あ、特待生ちゃん、こっちこっち、一緒に並ぼう。並ぶ。一緒に人混みをかき分けて歩いていると、カイト君の方が先に私を見つけてくれた。癒される。学食はメニューの数が多いから、うん、並んでる間に決めちゃった方がいいよ。あそこに写真でメニュー貼ってあるから。俺はグリルドサーモンにしよう。いたのグリルド、ああ、焼き鮭定食のこと。あ、鮭をグリルドサーモンって、ね、俺は特待生ちゃんと2人でランチするつもりだったんだけど。そうだよね、なんかルカいるんだって一瞬思ったんだけど、まあいいけどね。なんか3人が一番心地いいしな。行列の先頭では生徒たちが大型のタッチパネルを操作している姿が見える。順番が来たら、あのタッチパネルで注文すればいいんですか。そうそう、会計もそこでする感じ。いいな、なんかこういう学食おしゃれだな。私が学生時代にあった学食はね、ほとんどがみんなうどんを頼んで、うどん湯がいてましたよ。頼んだメニューにもよるけど、30秒くらい経つと下の受け取り口から飯が出てくるよ。めっちゃいい、早いし。30秒でっていうことは、あのタッチパネルも会員なんですか。そういうこと。まあ、あのフォルムじゃ会員かハイテクか見分けつかないけどね。めっちゃ便利。50ポンドで足りるかな。50ポンド、50ポンドっていくらぐらい。結構なんだよ。ポンドは使えねえっつーの。そもそももう持ち合わせがないから、どこかでお金を下ろしたいね。わったわった、購買に行けば ATM があるから、後で案内してやるよ。いや、ほんと面倒見なカイト、なんだかんだね。それぞれ昼食を購入した私たちは、カイト君が取っておいてくれたおかげで無事にテーブルへと着くことができた。なるほど、これが一汁三菜というやつだね。お、初めて。フィッシュナイフはどこかな。焼き鮭を。カトラリーならあっちに置いてあるけど、多分そのフィッシュナイフってのはねえよ。多分フィッシュナイフだと骨大変になっちゃうよ。お前もしかして箸使えないの。嬉しそうに言うな。え、でも多分使えるんじゃない。未熟で物騒で身勝手な連中、そう言い切っていたダンテ先生がこの平穏な光景を見たらどう思うのだろう。そうだね、焼き鮭一つでもこんなに会話をね膨らませるなんて。心配してくれてありがとう。大丈夫だよ、実家にいる頃日本文化は少し学んだんだ。へえ。華道、茶道、歌舞伎、それから武道に。日本文化ね、日本人でもそれできない人の方が多いから。ああ、はいはい、期待した俺がバカでした。とんでもねえな、ほんとポテンシャルの高さ。なんなんだよその綺麗な箸の持ち方は。少しは俺に弱み見せたらどうなの。箸の持ち方ぐらい汚くあれ。確かに彼らは未熟かもしれない、だけどそれはグーロに限ったことじゃない。私だってダメなところだらけだったし。特待生ちゃん、ん、箸止まってるけど大丈夫。いや、優しいな、ほんとに。どうした、嫌いなものでも入ってたか。いや、マジで優しい。ずっとここにいたいんだけど、二度とあの部屋入りたくないんだけど。あ、大丈夫です、すいません、ちょっと考え事してて。寮長たちの雰囲気からしてカイト君と接点があるようには思えないけど、じゃあさっきのこと相談してみようかな。そうだね、私は二人にクロストハイムの任務への同行が決まったこと、寮長室での出来事、そして再び書類を届けに行くことを伝えた。フロストハイムの任務ってまさか。俺は脳幹だよね。やっぱ行きたくないか。君のように訓練を受けていない人間が任務に同行するのは正直賛成できない。いや、そうですよね、もっと言ってやってください。会相手に絶対安全はない。はい、相応の力を持った者に任せるべきだよ。いや、それほんと言ってください、ダンテ先生に。そうだよな、ルカ、たまにはいいこと言うじゃん。もっと言えるか。確かに私は会員のことも任務がどういうものかも全く分かってない。ルカ君の言うことは思ったもんだ。あれ、特待生ちゃん、おい、どうしたの。言い過ぎだぞルカ。え、傷ついている。もう特待生ちゃんだってほら、グールのスティグマを強化する力があるじゃん。すごいな、本当に全てを拾ってくれるな、カイト。でもそのグールである寮長たちに彼女は拒絶されてしまったんだろう。そう、拒絶されたし、足ドンされてね、もうちょいでここに根性焼きつけられそうだから。それじゃあ、いくら能力があったって使い道がない。彼女を危険にさらすだけだ。おー、実はここ最近うちの寮長さ、うん、全然人前に出てこねえんだよな。っ
と言ってたね。半年ぐらい見てないと。特待生ちゃんに限ったことじゃないの。みんなにか。そういえば入学式にもいなかったね。何があったかは知らないけど、寮長としての責務を果たさないのは情けないよ。いや情けないって本人に言ってやって。お前出会った時から思ってたけど、自分にも他人にも厳しいタイプだよな。まあいや、きっかけは去年学園内で起こった内乱のせいだって噂。学園内の内乱。俺はなんとか巻き込まれずに済んだけど、うん、マジでカオスだったんだから。おう、そりゃトラウマにもなるよな。それきっかけで出てこなくなって。過去にどんなことがあろうと彼は彼だ。厳しい。寮長がどんな人間かは自分の目で確かめることにするよ。お、無茶言うなって。去年まではあの人、泣く子も黙るカリスマリーダーって感じでさ、まさに雲の上の存在よ。裏では暴君とも呼ばれてたけど、俺みたいな一般庶民は関わることさえ無理よりの無理。対等じゃねえんだよ。同じ寮生のグールなのにそんな関わりないんだね。寮長と顔合わせるのって本来一苦労だったんですね。そうそう、最近じゃフロストハイムの運営もほとんど副寮長の石橋先輩がやってるしね。へえ、なら預かった書類は副寮長にお渡しする方が良さそうですね。石橋さんね。こうして私は午後の授業を終えた後、再びフロストハイムへ副寮長を訪ねることにした。やだなやだなって言っちゃったけど、うん、人を襲うチェスの駒、学園にもまた怪異か。またハリーポッターみたいなのも賢者の石で見たし、これ見たし。まあ今日はここまでにしておいて、ちょっとね一人で進めてるうちにこれもねまた出たんですよ。またロミオさんからね、特待生っていうまた喧嘩売るメッセージしてるので、ね、見ていこうかな。特待生すぐにビップルームに来な。今からですか。いやそうだから、そう言ってんだろ。いやまあそうですよね。とにかく今猫の手も借りたいくらいなんだ。まったくこうも次から次でトラブルばっかで肌に悪いったらありゃしない。トラブル、うん、ってことはなんかやらされるな。ちなみにどんなトラブルなんでしょうか。詳しいことは後で話す。もたもたしてないでさっさと動きな。ラピュタかよ。向かいます。待ち合わせ。あ、これで向かったんだ。猫の手も借りたいくらいって今度は何があったんだろう。カジノのビップルーム前には今日も見張りらしきシノストラの寮生が険しい表情で立ってる。初めて来たしな。カジノやってんでしょ。あ、モクスンさんですね。中でフィーコがお待ちです。フィーコってなんすか。フィーコって。ありがとうございます。失礼します。そんなにと開けられた扉をくぐり、私は恐る恐る室内へと足を踏み入れた。フィーコ遅い。あ、これフィーコ。え、フィーコだったの。ロミオだろお前。そこには豪華な椅子に腰をかけ、いつも以上に眉をするロミオさんの姿があった。フィーコだよ。その視線は私ではなく、テーブルの上に並べられたノートパソコンへと注がれてる。さっさとここ座りな。呼ばれたんですけど。ロミオさんの長い指が空いていた彼の隣を指さした。あんた、今からあんたにはここで EITS の監視をしてもらう。 EITS、 ちょっと考えるのもめんどくさい。4つは EITS って確か Eye in the Sky だよ。は？で、カジノテーブルの上に設置してる監視用カメラのこと。ああ、なるほど。まあ、イカサマしてないかとかそんな感じ。トラブル時の証拠にしたり、客やディーラーが不正をした時調査に使ったりするの。いい加減覚えな。はい。すいません。頑張ります。ロミオさんの鋭い声が響き渡ると、周囲にいるシノストラの寮生たちの背筋がピンと伸びる。頑張ります。覚えたいんですけど、これ言ったらめっちゃ怒るだろうな。なんかゴニョゴニョ言ったらすごい怒られるから。頑張りますね。はい、頑張ります。怒られるから。ほんと返事だけは一丁前で、何言っても怒るのかよ。これ以上なんか言われる前にちゃんと仕事しとこう。黙って仕事しような。私は取り繕うように頭を下げ、示された椅子に腰を下ろす。ノートパソコンの画面には大量のカメラ映像のコマが並んでた。
これが EITS の映像。数が多いですね。うん。それぞれのテーブルにあるからね。それでこっちは指名手配犯の写真。指名手配犯？え、何？指名手配犯？これって監視カメラで撮った写真ですか？そう。これ。よく見てみる。明らかに怪しい男はいいんだ。どれ？渡された紙状の写真すべてに一人の同じ男性が写ってる。特待生。EITS が撮ってる映像の中に、この写真の男を見つけたらすぐ報告すること。わかったかい？はい。仕事の内容はわかりました。でも、指名手配犯ってこの人一体何したんですか？イカサもさ。後々バレたってこと？なるほど。ただでさえ経営が苦しいって時に俺の島でふざけた真似しやがって。この DN、絶対に許さない。DN、ドキュンネーム、捕まえましょう。ちなみに DN、DN はちなみに何ですか？ドブネズミの。あ、DN でドブネズミなんですね。わかりました。この俺を見くびったことを絶対に後悔させてる。わかりました。ドブネズミ、DN 捕まえてやりましょう。ロミオさんがギリリと歯ぎしりし、その綺麗な顔が怒りに歪んだ次の瞬間。ピーコ大変です。またやられました。やつです。お、ドブネズミか。はあ？あ、見つかったのか。どういうこと？やられたって今ここで俺たち監視してるんだけど。おかしいな。映像には指名手配犯映ってなかったはず。お。で、あれ？ん？ここでようやく私はカメラ映像の中に一つの違和感を覚えた。あの、ロミオさん。ここのカメラ動いてないかもしれません。え？はあ？何？なんか止められてるってこと？不自然に止まったまま動かない画面を私はゆっくりと指し示す。壊れてる？あ、マジ？みたいですね。何やってんの？そうだろ。あんただって誰も気づかなかったのか。こんなチェックしとけよ。すいませんでした。怒られるぞ、フィーコに。なんて読むの？まあ、豪華。豪華なんでしょうね。豪華な部屋に。まあ、フィーコの怒った声が響く中、止まったカメラだけが場違いな静寂を映し出していた。本当に働かされただけなんですけど。これ、翔くんも来てるってこと？うん、お疲れ様です。私発信ですか？翔くんお疲れ様です。今、ガレージ着いたんですけど、どこで作業してますか？言ってたね。なんか見てほしいって。マジか。思ったより早いな。悪い、今ちょっと外出てからすぐ戻るわ。壊れました。待ってます。多分、翔くんが作った看板を見つけたと思うので、先に見ててもいいですか？おう、頼む。OK のスタンプを送る。OK。かわいい。あ、フィーコには送れないもんな、これ。で、行ってみるか。ちょっと今回もちょっと長くなっちゃうかもしんないけど。翔くんからの既読を確認し、私は作業中と思われる看板の層までゆっくりと歩み寄る。差し込む太陽に照らされた万歳は、黒字に白い文字が生えていた。おしゃれな看板。これが手作りって翔くん器用だな。いや、すごいよね。こっちにあるのは？隣のテーブルに視線を落とすと、そこにお店で見るようなおしゃれなメニュー表が置かれてる。メニュー表。これ前に翔くんが送ってくれたメニューの実物かな？チキンオーバーライス。チキンライスはわかるけど、オーバー、チキンがオーバーしてる。マッサマンカレーに日替わりランチ。どれも美味しそうや。メニューと看板を交互に見比べてると、遠くからバイクのエンジン音が近づいてきた。引かれちゃうもん、それトラウマ持ってるから。あ、翔くん。先輩。いや、この子ね、なんだかんだ優しい気がするんよな。なんかめっちゃなんか態度悪かったけど、入学式で。このこっちのメッセージのやり取りを見る限り、超いい子な気がすんの。先輩、待たせたね。バイクから降りた翔くんの両手にはビニールの袋がぶら下がってる。また買い出しですか、ドンキー。便所だよ。ちげえよ、便所。便所？いたずらっぽく笑う翔くんの視点はすぐに看板へと向けられた。便所でビニール袋必要？で、先輩的にこの看板どうすか？すごく素敵だと思います。メニューのデザインもそうですけど、翔くん本当にセンスがいいですね。褒めても何も出ねえぞ。いや、ほんとこの子いい子っぽいんだよな。そうだな。先輩、試しにもう一度離れて見てくんね。あ、離れて。50メートル先まで走ってきますね。
将軍が刺したあたりまでゆっくりと数歩後ずさりをする。この辺ですか。ああ。この辺でいいぜ。そっから見て気になるとこねえか。ああ、まあ遠くから目を引くかどうかか。そうですね。特にないです。文字の大きさが、差し色が、ちょっと、正直あんま覚えてないっていうか。でもなんかおしゃれな感じでは、でもなんか多分言ってほしいんだろうな。文字の大きさ、差し色。差し色か。まあ、結構シンプルな感じではあったよね。文字の大きさがちょっといまいち思い出せないんだけど。でもシンプルな感じが良しとしたい感じもあるから、まあ文字の大きさなんじゃないですか。もう少し文字が大きいと遠くからでも見やすいかもしれませんね。ああ。なるほどな。やっぱそっか。まあでもおしゃれ重視にしたいんだったら全然小さくても私はいいと思う。翔くん少し考えた後、今度はテーブルの上のメニューを手に取り私に差し出した。で、こっちの感想は？美味しそう。実物見ーひんと。食べたいって言ってる。美味しそうだし、ちょっとね、実物見ないとね。実物見てみないと何も言えないですね。ちょっと食べてみたいっていうか。あんた。意外と食い地張ってんだよ、ね。食べたいって、やっぱね、こう、食べ物系に関してやっぱ味見ないっていうか。ありがとな。とにかく助かった。開店までにもうちょい改良するか。例えば開店いつなんですか。さあな。来週までには始められっかな。このまま誰の邪魔も入れなかった場合な。うん。しょうくん楽しみですね。開店休業にならなきゃいいけどよ。ま、ダメならダメでしょうがねえし。と言って笑うしょうくんの眼差しはまっすぐと看板を見つめていて、いや、オープン初日行くぜ。いやな、やっぱしょうくん優しいよな。特になんか、このね、ロミオさんの後だから。ロミオさんの後だからよりな、より思いますよね。この学園に来るまでは、はい、こんな風に学園生活が送れるなんて思ってなかったから。いや、マジでね、毎日すごく楽しいんだ。本当ですか。私結構なんかボコボコにやられてる感じするんですけど、ね、いや、ちょっとこうガチャ引いてみていいですか。このロミオルッチャ獲得したから、え、ちょっとこう、そうなると私このショウ君っていう子欲しいんだけど、ちょっとこれ引いてみていいですか。1980枚、今2400ほど溜まってるので、できればこのショウ君狙いで合わせ。いや、これ持ってる。これ持ってんだわ。あ、悪いやつだ、こいつ。こいつは悪いやつだ。ドルカと。あ、やった！白さんゲットしたんだけども。